難しい、でも面白い。どうもヒカルです。皆さん、パラレルワールドは信じますか？平行世界とかのあれね。こっちの世界ではこうやって動画撮ってるけど、別の世界では違ったように進んでるみたいな。簡単に言うと、もう一つの世界でもう一人の自分がいるみたいな、そういうやつ。僕はというと、めちゃくちゃ信じてます。子供の頃からそういうの大好き。めちゃくちゃロマン感じるよね。そんなロマン人間の僕は、この最新映画とても楽しめました。僕が愛した全ての君へ、君を愛した一人の僕へ。いやー、難しい、でも面白い。ここ最近じゃ珍しい2作同時公開の作品でございます。巷ではね、令和の黒き英雄ゼクロム、白き英雄レシラムって言われてるんですけど、令和の黒き英雄ゼクロム、白き英雄レシラムだよね。これがね、思ってた数倍面白かったので、今日はこちらの2作品をご紹介したいと思います。どういうお話かというと、舞台は今より科学とか技術が発達した日本。その日本というか、この世界では人々が少し違う平行世界、パラレルワールドを行き来していることが実証されてるんです。だからパラレルワールドとか、パラレルワールドに関する技術はもう日常的にこの世界には存在してるんです。パラレルワールドというものを人々が認識している世界の中の2つの世界の物語なんですね。同じ名前の主人公こよみくんと、それぞれの世界で彼と出会う少女たち。僕愛ならかずねちゃん、君愛ならしおりちゃん、2人ともめっちゃ可愛い。この2人のヒロインとの交流によって、別々の世界が交差していたことに気づいた時、こよみくん、そして我々は隠された本当の愛を知るみたいなお話。ということで、今日はそんな僕が愛した全ての君へ、君を愛した一人の僕への見どころをネタバレなしで3つご紹介します。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では行きましょう。1つ目、ババン、パラレルワールドが面白い。今作のミソ、パラレルワールドの仕組みを使った展開が面白い。面白すぎる。ここまで面白いと思ってなかったからびっくりしちゃった。世界線が違うだけでこんなに世界で起こること違うんだっていう、まさにパラレルワールドの面白さが存分に詰まってます。それゆえ、2作品とも見ないとちゃんと面白さは伝わらないっていうところはちょっと残念なポイントではあるんですけど、見るなら2作品とも見てほしいね。この作品めちゃくちゃ SF なんすよね。結構難しいこと言葉とか出てくるんですけど、まあ、ある程度パラレルワールドについての理解があればもう十分に楽しめます。いや、そんなこと言われたって、俺パラレルワールドのことなんでわかんねってっていう人も安心してください。専門的な用語とか難しい技術の解説とかいっぱい出てきて頭こんがらがるんですけど、難しい言葉で喋った後に簡単な言葉とか行動で全部説明し直してくれますから、聞き慣れない言葉を一気に摂取するので頭パンクしそうになるんですけど、パラレルワールドがあって、パラレルワールド行き来する技術が発展してて、それの中トラブルを解決すんのねってくらいの認識で見に行けば、お話の筋というか全体的に何が起こっていてどういうことになりましたっていうのはちゃんとわかるんで安心してください。僕もあまりの言葉の摂取量ではぁってなっちゃったんですけど、そこが理解できないからといって面白くないわけではないですし、あーもう意味わかんない諦めーってなっちゃうのはちょっともったいないので、まあなんかそこはあーそういうことがあるんすねくらいで気持ちを収めて、あとはまあ展開に身を任せると、なんだこれ、どうなってんだこれ、うわ面白いってなりますので、安心して見に行ってみてください。パラレルワールドならではの同じ人だけど同じ人じゃないみたいな驚きを何度も体験できます。特にね、主人公のこよみくん、両作品で全然性格違うんすよ。そういう細かい変化も面白いので、ぜひパラレルワールドを存分に楽しんでみてください。2つ目、ババン、ヒロインがどっちも可愛い。はい、ヒロインがどっちも可愛い。もうそれだけで安心できるよね。僕愛のヒロインはカズネちゃん、メガネかけてる。で、橋本愛さんが声を担当してますね。カズネちゃんはね、結構クセモノなんすよ。私は85先の世界から来たの。いきなり言い出して、85先の世界なんぞや。85先の世界ではこよみくんと付き合ってたみたいな、そういうところでこよみくんとのね、キャッキャウフフなやりとりが繰り広げられるんですけど、これ見てるとね、いやもうキュンキュンする。カズネちゃんはね、愛情表現が下手なタイプなんすよ。で、なんかツッケンドンでね。でも二人でいると甘えてきて愛くるしいよね。照れた時耳めっちゃ赤くなるんすよ。他は全部気丈に振る舞ってるんですけど、耳だけ赤くなんの。めっちゃ良くない？にやけが止まりませんでした。そして君愛のヒロイン、しおりちゃん。牧田亜樹さんが声優担当されてて、このしおりちゃんがね、絵に描いたようなわんぱくヒロイン。あるね、ちょっと緊張するシーンで言うんですよ。お腹減っちゃった。食いしん坊なキャラなんすよ。あんま食ってる描写ないんすけど、しおりちゃんもね、こよみくんのこと大好きだから、ずっと年中無休、年がら年中こよみくんと一緒にいんのよ。こよみくんもしおりちゃんのこと大好きでさ、もう二人は依存してんのね。だからそこがね、わあすごい、あ
うわーってなりつつ、その後二人に起こる悲劇も含めて、うわーしおりちゃんってなりました。見る前は正直見た目でしおりちゃん好きだなって思ってたんですよ。ただね、どっちも見た後だとかずねちゃんもめちゃくちゃ可愛い。かずねちゃん最初ロン毛なんですけど、大人になるにつれてショートになるんですよね。そのショートになったかずねちゃんがね、すごく好きだな。でもしおりちゃんもしおりちゃんでもっと好きになるし、もう僕決めらんない。この二人とそれぞれの恋仲のこよみくん、彼らの関係もね、それぞれも心キュッ、あー切ないって思うし、あーキュキュするともなるし、とっても綺麗な青春にね、僕の心は打たれて、もう僕にはこんな青春来ないんだと思って悲しくなりました。皆さんはどっちのヒロインが好きですか？青春万歳。三つ目、ババン、どっちから見る？はい、これ一番の問題ですよね。可愛いとかおもろいとか言ってるけど、結局どっちから見たらいいんですか？え、一作だけ見ても大丈夫？とか思うでしょう。思いますよね。そうですよね。俺に任せな。お答えします。まず一作品だけでもいいのかという問いについて、これも明確な答えございます。僕愛と君愛、必ずどっちも見てください。必ず二作品見てください。というのも、この僕愛と君愛ですね、それぞれオチがあってそれぞれちゃんと完結するんですけど、この二作品をどっちも見ることによってこの2つの物語は完結します。そうなっちゃうと結構お金かかっちゃうんですけど、ただね、どっちも見ないと、片方だけ見ますだとかなり置いてかれちゃうんすよ。どういうことかというと、この2つの作品ね、僕愛の中で君愛のとあるシーンが、君愛の中で僕愛のとあるシーンが互いに挟まってくるんです。僕はあの僕愛から見たんですけど、僕愛見てる途中で君愛のかなり重要なシーンが流れてくるんすよ。さすがに置いてかれた気分になっちゃって、そこまではねめちゃくちゃおもろい、何これって一作品だけでも満足してたんですけど、途中で君愛のシーンが流れてきた時に、え、ちょっと引いちゃったぐらい置いてかれちゃったんですよ。え、なんでそんなことすんのみたいな、え、何が起こってるんですか今、困惑しちゃって。で、君愛見たら、君愛の中にもやっぱり僕愛のね結構重要なシーンが流れてるんですよ。だから君愛から見たとしても絶対僕、え、何これなってたと思うんですよ。ただこのどっちも見たら、なんでそこにそのシーンが挟まれていたのかみたいな疑問が一気に解決されて全部繋がるんですよ。それがねなかなかない感覚で、2作品見た後だと、うわめっちゃ最高やんって必ず思えますから。いや、すごいっすよね。本当に全然違うストーリーなんですけど、二つとも見ると一つのお話としてかなり完成されてるんすよ。いや、よくできてんなーって。片方見たなら絶対に片方も見てください。ほんだらばどっちから見たらいいのかと、これ非常に難しいんですけど、僕は僕が愛したすべての君へ、僕愛から見ることをおすすめします。ちゃんと理由あります。まずはストーリーの納得度とかスッキリさね。僕愛を見てから君愛を見る方が断然スッキリできると思います。あ、なるほど、だからあそこでああなったのか、最後にこういうことになってたのかみたいなのをより思えるのは、改めて考えても僕愛から君愛の流れだと思うんですよ、僕はね。あとはね、僕愛の方がパラレルワールドについての説明かなりあるんですよ。脳みそいっぱい使うんですよね。最初に君愛を選んで、ただでさえね2時間見て頭パンパンになってる状態で、最初からかなり難しい説明される僕愛を見ちゃうと、僕頭弾けます。ああ、なので最初に僕愛を見ておくと、最終的にね脳が弾けないっていうのもありますし、パラレルワールドについて細かく細かく説明してくれてるので、より分かりやすくなってね、君愛見るのめっちゃ楽になりますから、僕は楽になりました。なので僕としては、僕愛から君愛の順で見ることをおすすめします。なんかちゃんと完結したっていう気持ちにもなったしね。まあ見たい方から見れ、僕愛から見た方がいいよなんて言いましたけど、どっちから見てもね必ず楽しめる作品でございますので、最終的には皆さんが気になる方から見ていただくとより楽しめるのかなと思います。なかなかない映画体験、2作で1つの物語、大変素敵な作品でしたので、ぜひ興味がある方は映画館に足を運んでみてください。僕が愛したすべての君へ、君を愛した一人の僕へは10月7日より公開中です。いかがでしたか？いやー、おもろかったね。パラレルワールドとかそこら辺のいろんな説明はかなり難しいんですけど、必ず楽しめますから、安心して2作品とも見に行ってみてください。これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter や Instagram、 フィルマークスもやっておりますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。関連動画もご覧ください。あ、こっちだっけ？関連動画もご覧ください。では次回の動画でお会いしましょう。